皆さんこんにちは。昨年まででリーグ3連覇を果たし黄金時代を築いていたオリックス、しかし今季は去年までほど振るわず5位に落ち着いてしまい、4連覇は完全消滅してしまっています。そんな中、長年チームを引っ張ってきた T 岡田選手が今季限りでの引退を表明。ファンはその引退に驚き悲しんでいましたが、本日同じくオリックスを支え続けてきた足立良一選手の引退が球団から発表されました。そこで今回は足立選手について調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。今日9月11日オリックスより足立良一選手の今季限りでの引退が発表されました。昨季は自己最少となる23試合の出場にとどまっており、今季から選手兼任コーチとしての契約となっていました。引退会見は13日に京セラドームで行われます。足立選手は T 岡田選手と同年代の1988年生まれで、社会人からオリックスに入団して以降オリックス一筋で13年間プレー。2016年に国指定の難病である潰瘍性大腸炎を患い、難病と付き合いながらも NPB 史上511人目となる通算1000試合出場も果たしており、堅実な守備が売りの内野手として長年オリックスを支え続けてきました。ここまでの通算成績は1175試合、打率2割4分4厘、36本塁打、325打点、127盗塁、234犠打です。功労者の現役引退発表に SNS ではファンが優しい雰囲気の話し方とくしゃっとした笑顔めちゃ好き、お疲れ様でした、ずっとずっと私の中のナンバーワンショートです、まだまだたくさん足立さんの選手としての姿を見ていたかったです、本当に寂しいです。守備の名手なのは言うまでもなく、控えめかつ責任感がある選手で、人間としてもとても尊敬していました、お疲れ様でした、などねぎらいの言葉が多く投稿され、足立さんがトレンド入り。このようにファンからも愛された選手であった足立選手、選手としてはユニフォームを脱ぐこととなりましたが、前述の通り今季は選手兼任コーチとして契約しており、ここまで言及はされていないものの、続投が発表された中嶋聡監督と共に、またはファームの選手育成などに回ってコーチなどの職に就くことで、今後もオリックスにコーチなどの役職で関わっていくものとされています。では最後に足立選手についてご紹介します。足立良一選手は群馬県高崎市出身の1988年1月7日生まれです。小学校ではソフトボールをしており、野球を始めたのは中学校からでした。高校は群馬県立榛名高等学校に入学、野球の強豪校ではない普通の高校で、3年間で甲子園出場経験はありませんでした。高校卒業後は上武大学に進学し、3年時には秋季リーグで打率3割9分4厘と出塁率5割3分5厘を記録して、最高出塁率と MVP ベストナインを獲得。4年時は春季リーグ戦で3冠を達成し、秋季リーグでもチーム準優勝に貢献するなどし、大学日本代表候補補強合宿にも招集されていました。そしてプロ志望届を出しましたが指名はなく、社会人の道へ進みます。卒業後の2010年に東芝へ入社すると、1年目からレギュラーへ定着し、都市対抗野球大会でリードオフマンとして打率3割9分1厘を記録し、若獅子賞を受賞。翌年には IBAF ワールドカップ日本代表に選出されるなど活躍し、この年のドラフト指名でオリックスから外れ1位で指名を受け、プロの門を叩きました。プロ1年目は春季キャンプから右手親指を骨折し、5月になんとか1軍に昇格するも、不振とウイルス性胃腸炎でファームへ。それでも再度1軍へ昇格し、スタメンとして出場するも、ミスなどによってまたも2軍へ落とされてしまいます。最終的に3度目の昇格を果たし、1年目は50試合に出場しました。そして2年目にはレギュラーに定着、打率は2割3分5厘と高くありませんでしたが、131試合に出場しチーム2位の16盗塁を記録。これ以降1軍に定着を果たします。2014年の全試合出場に29盗塁や2015年の11本塁打など、着々と活躍を重ねる足立選手でしたが、2016年に潰瘍性大腸炎という国指定の難病に罹患、緊急入院となり開幕には間に合わせることができませんでした。ですが退院後は単独でリハビリを重ね、
4月12日に1軍へ合流。難病を乗り越えた安達選手はシーズンをレギュラーとして走り切り、なんとキャリアハイの打率2割7分3厘を記録。7月には22試合で打率3割8分を記録し、自身初の月間 MVP にも輝きました。しかし不振と潰瘍性大腸炎の再発でファーム降格とシーズン途中での入院と散々なシーズンに、なんとか2018年は回復し140試合に出場。打率は2割1分クリーンと低いながらも安定した守備と20盗塁を記録した足でチームに貢献しました。そしてこのシーズン終了後に取得予定の FA 権を行使せず3年契約を締結したことを発表。推定3年2億7000万の契約で残留しました。大型契約を結び奮起する安達選手でしたが、契約1年目の2019年は序盤の不振や怪我、体調不良でレギュラー定着後では最少の56試合の出場に、翌2020年も潰瘍性大腸炎の影響で首脳陣との話し合いの結果出場試合数を抑えることとなり、78試合の出場にとどまりましたが、成績は打率2割8分クリーン、2本塁打、23打点、15盗塁と活躍。複数年契約最終年の2021年はコロナウイルス罹患などのトラブルに見舞われたものの、複数年契約後では初となる3年ぶりの100試合出場を果たし、球団としては25年ぶり、オリックスバファローズとしては初となるリーグ優勝に貢献。減額とはなりましたが、シーズン終了後に2年契約を結んでいます。しかしそれから2023年までチームは3連覇を果たすものの、2022年は65試合、2023年は23試合と出場機会が激減。2023年終了後にチームからの不振や体調不良に関わらず、シーズンを通して1軍に帯同してほしいという要請を受け、選手兼任コーチとして契約。今季はここまで23試合の出場となっており、9月11日に球団から引退が発表されました。いかがでしたか？今回はオリックスバファローズ一筋13年でチームを支え続けた安達亮一選手の引退についてご紹介しました。 T 岡田選手と共に今季で引退する安達選手、今季は兼任コーチとして契約するなど、チームとしても安達選手を評価していることが分かりますし、今後もチームに関わっていくと思われますので、引退してからも頑張ってほしいですね。オリックスは T 岡田選手や安達選手などチームのベテランが引退しており、再建に動いていることが分かります。同時にオリックスのここからの復活も期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。